はい、こんにちは。今日は中国の経済情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。中国株式市場でパニック売り、主要株価指数急落後に下げ幅縮小。2日の中国株式市場でパニック売り広がり、主要株価指数が一時急落した。不振にあえぐ市場に次に何が待ち受けているのか懸念が強まっている。 CSI300 指数は一時 3% 余り下落し、 1.2% 安で引けた。上海総合指数は 1.5% 安で終了、一時は 3.8% 下げた。上海総合指数の週間下落率は 6.2% と2018年以来の大きさとなった。不安定な相場動向はリスクが積み重なり、投資家の信頼が崩壊しつつある状況を浮き彫りにしている。弱い経済見通しに加え、レバレッジ投資家に強いられる株式売却や信用取引のマージンコール、スノーボールと呼ばれるデリバティブ金融派生商品でのテクニカルな売り要因がトレーダーを不安に陥れている。11月のアメリカ大統領選を控え、地政学的リスクも再燃している。ウーシーアップテックが急落。深センエンジョイインベストメントマネジメントのファンドマネジャーリシュエトン氏は、15年以後で市場にこれほどのパニックが起きたことは記憶にない。15年の時ほど売りは激しくないが、センチメントは同じように落ち込み、ひどい状況だと述べた。このように報道されております。2日の午後に入りますと、主要な株価指数が急落し、中国の投資家はパニック状態に陥ったと報道されております。指数はすぐに下げ幅を縮小したと報道されておりますので、もしかすると中国の国家体、国家が株を保有する政府関与の企業体と見られておりまして、主に中央解禁企業や中国証券金融企業を含む機関投資家などで構成されると言われておりますが、この国家体が株の下支えということに動いた可能性も考えられます。上海総合指数は2018年以来最悪の週間下落率となりました。中国と香港の株価指数は何年も下げ続け、時価総額が大きく減少しております。報道の中に出てきましたレバレッジとはですね、テコの原理という意味ですが、金融業界でレバレッジという場合にはですね、借り入れを利用することで自己資金のリターン、利益を高める効果が期待できることを指します。例えばですね、委託保証金率 30% の信用取引では、売買代金の 30% の委託保証金を差し入れることで取引が可能となります。委託保証金率とは、法令で約定代金の 30% 以上必要であると言われておりまして、委託保証金の額は30万円以上と定められているということであります。ですので、例えば信用取引で約定代金1000万円の信用買いをする場合、約定代金の 30% に相当する300万円を委託保証金として差し入れる必要があります。そしてこの信用取引というのは、この自己資金の最大約 3.3 倍の取引ができます。つまり100万円の自己資金で最大330万円の取引可能額となります。つまりこの場合ですと、最大で 3.3 倍のレバレッジを効かせることができるということになります。こうしたことから、レバレッジを効かせるということは大きなリターンが狙えるということもありますが、リスクも大きくなりますので、これは慎重で十分な資産管理が求められるということになります。そして報道の中に出てきますこのマージンコールというのは、証拠金を担保に外国為替の取引を行う FX では、ポジションをですね、保有し続けるための最低証拠金というものを割り込んだ場合に、追加の証拠金やポジションの決済が必要となります。つまり金融機関が投資家に対して不足の証拠金を求めることをマージンコールと言います。それを受けた投資家はですね、定められた期日までに入金するか、ポジションを決済しなくてはなりません。期日までに入金がない場合は、ポジションは強制決済されることになります。ですので、こうしたことを考えますと、冒頭の報道でマージンコール、追加担保の差し入れ要求が相次いでいると報道されておりますので、こうした状況の中、株価が一段と下がりますと、投資家が大量の保有株売却を迫られる展開になってくると考えられると思います。こうなりますと、下がるから売る、売るから下がるというですね、ある種悪循環の底なし沼に陥ってしまう可能性も考えられます。中国株式市場の
有料株で構成する CSI 300指数は1月に 6.3% 下落し、5年ぶりの安値をつけました。政府が一連の支援策を打ち出しておりますけれども、景気低迷で投資家心理が悪化していると考えられます。そして株価は下落する中、マージンコールが相次いでおりまして、これに伴いまして投資家が保有株売却を迫られているということであります。でこれに伴いまして、売却を迫られるリスクのある株式は総額1836億元、日本円で約3兆7600億円規模でありまして、昨年11月末から 26% 増加したと報道されております。上海大手の証券会社の関係者は、我々は毎日マージンコールを行っている、相場の下落が続いているため、マージンローン、証券担保融資を返済し投資をやめた人もいると述べております。豪泰ジャンナーセキュリティーズは、株価が現在の水準からさらに 10% 下落すれば、1000億円近い、日本円で約2兆620億円規模近いマージンコールが発生すると予想。さらに 20% 下落すれば約3600億元相当、日本円で約7兆4929億円規模相当の株式が売却される可能性があると試算しております。こうした中国経済が景気低迷に直面し、不動産危機の深刻化、あるいは米中関係などですね、地政学的な緊張に直面する中、レバレッジの解消はすでに脆弱な投資家心理をさらに揺るがしかねないと見られております。大手証券会社の上海支店に勤務するある関係者は、毎日十数件以上のマージンコールを行っているとし、大半の顧客は追加の担保を差し入れるか、資金返済のため保有株を売却していると述べております。ですので今週もですね、週明けも、今日でありますけれども、マージンコールが出て売りが売りを呼ぶ展開というのも考えられると思います。そうなってまいりますと、アップダウンしながらの下落基調というのは止まらない可能性ということも考えられると思います。また特に最近ですね、空売りというものを禁止してしまったということがありますので、暴落時に唯一の買い手となる信用売りの買い戻しも入らないと考えられますので、これはですね、一方通行の下落となる可能性も内在していると考えられます。つまり信用売り、空売りが制限されても、今度は追加担保を要求される状況になり、担保不足を解消するために保有資産を売却という流れになりますと、ますます投資家は下がる株価に対応するというのが難しくなりまして、これはですね、非常に厳しい情勢だと考えられると思います。ですので中国は現状、不動産バブル崩壊からですね、巨額の不良債権が発生、そしてある種のですね、金融危機、株価下落という流れに直面し始めている可能性が考えられます。こういうことになってまいりますと、中国の国家体などがどこまで株価を支え続けられるか、これはですね、手持ちの資金がみるみる溶けていってですね、ようやくそこと思ったらまだ初動という事態も十分考えられると思います。こうした中、次のような報道がされております。中国商館会、市場の異常な変動を阻止すると表明。2日にパニック売り。中国は資本市場の安定を維持し、市場の異常な変動を断固として阻止すると証券監督管理委員会商館会が4日に表明した。2日の中国株式市場ではパニック売り広がった。商館会によると、当局は関係者と積極的に協調し、市場を安定させ信任を高めるためのさまざまな措置の実施を調整する。先週、中国株式市場では主要株価指数が5年ぶりの水準に落ち込んだ。 CSI300 指数は1月に 6.3% 下落し、6ヶ月連続のマイナスとなった。商館会は市場操作や悪質な空売り、インサイダー取引、不正発行などの違法行為を法律に基づいて厳しく取り締まると付け加えた。これに先立ち、中国は低迷する株式市場を支えるため、特定の株式を対象に空売りのための貸し出しを禁止した。このように報道されております。しかしですね、この市場の値動きというものが市場原理に基づいた正常と考える方が通常なんだと思います。政府が介入するということがですね、異常ということなんだと思います。ですので、この市場原理または自由というものが制限されればされるほど、資金は逃避していくと考えられると思います。こういうことがですね、中国から投資が逃げていく、あるいは外資などが撤退していくという流れにつながっていると考えられると思います。
やはりですね、市場は透明性を確保しないと元に戻らないと考えられると思います。2020年8月以降、ムーディーズなどの大手信用格付け業者は中国の民間不動産企業の格付けを引き下げた。昨年12月、ムーディーズは中国政府、中国国債の格付け見通しもネガティブに引き下げ、今年に入って17社の地方融資平台の格付けを引き下げている。ムーディーズは不動産バブル崩壊によって地方政府の歳入は減少し、財政破綻のリスクも上昇したとみている。不動産バブル崩壊で地方政府の財政は悪化した。地方政府が融資平台の債務を肩代わりすることは事実上難しい。残る9社の格下げリスクも高い。1月4日、欧州系格付け会社のフィッチレーティングスは不良債権管理会社4社も格下げした。ダウングレードされたのはチャイナシンダーアセットマネジメント、チャイナオリエントアセットマネジメント、チャイナフアロンアセットマネジメント、中国長城資産管理だ。25日、ムーディーズも4社の信用格付けを引き下げた。最大手格の政府系企業であるチャイナフアロンアセットマネジメントは投機的等級の BA1 ダブル B プラス相当に格下げした。今後中国の信用問題はさらに深刻化する可能性は高い。ムーディーズが融資平台の格下げを発表した翌日、山東省の融資平台のウェイハンビンハイは中国民生銀行など債権者と返済期日の延長に合意したと報じられた。おそらく中国政府は返済の先送りを余儀なくされたと考えるべきだろう。ウェイハンビンハイの債務再編が行き詰まると民生銀行の業績悪化懸念はさらに高まるだろう。金融システムの不安定感は高まる。大手行が取り扱う理財商品、相対的に信用力は高い投資商品の下落リスクも上昇する。山東省や中国政府は融資平台の返済期限を延期する以外効果ある方策を見出せていないのかもしれない。ただ未来永劫返済を先延ばし続けることはできない。どこかで債務は返済しなければならない。これまでの中国政府の経済政策で短期間のうちに景気が回復するとも考えづらい。大手信用格付け会社による融資平台などの格下げを踏まえると、当面中国の信用不安は高まらざるを得ないだろう。このように報道されております。こうした格下げの連発と地方政府が融資平台の債務を肩代わりすることが事実上難しい情勢、中国政府が返済の先送りを余儀なくされた情勢と直面している可能性などを見てまいりますと、銀行の業績悪化懸念がこのまま高まりまして、事実上財政破綻する可能性ということへ向かって進んでいるように見えます。こうした一連の情勢を見てまいりますと、中国習近平政権の経済政策は自らですね、中国経済を追い詰めているように見えます。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。